ラファウム・ムラフスキは、ポーランド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。MRKS グダニスクやゲダニアグダニスクの、下部組織で育ち、2000年に、アルカグディニアと契約を結んだ。2005年、エクストラクラサのアミカ・ウロンキに移籍し、同年3月19日に行われたレギア・ワルシャは、戦で、リーグデビューを果たした。2005年、エクストラクラサの、 レフ・ポズナンに移籍。2009年夏、ロシアプレミアリーグの FC ルビン・カザンに移籍した。契約期間は3年。ルビン・カザンでは2009年のリーグ優勝に貢献し、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10のグループステージに出場した。2011年1月、フルスのレフ・ポズナンに移籍した。契約期間は3年半で移籍金は100万ユーロと推定されている。 なお、ルビン火山で2010の11シーズン中に UEFA 主催の国際大会への出場歴があったため移籍先のレフ・ポズナンが勝ち残っていた UEFA ヨーロッパリーグ2010から11への出場は叶わなかった。2014年2月、MK スポゴニシケチに移籍した。契約期間は2年半。ポーランド代表としては2006年11月15日に 行われた UEFA ユーロ2008予選のベルギー代表戦でデビュー。2007年11月21日に行われた同予選のセルビア代表戦では代表初得点を挙げた。その後 UEFA ユーロ2008や UEFA ユーロ2012の最終登録メンバーに選ばれるなど国際 A マッチ48試合に出場した。ありがとうございます。